始まって秒でこんな修羅場。それは前回ここで終わったからだね。そんなマジレスして欲しくて言ったんじゃないですよ。霊夢選手、頑張ってください。こっちは運動会やってんじゃないんだよ。あー、霊夢選手ダントツの1位でゴール。運動会やってんじゃなかったんだろうが。あれ、ここまたボタン押す感じですね。でも猿のおもちゃ見当たら、乗り込んできたー。え、何普通に乗り込んできてんの。そりゃエレベーターだもん、乗り込んでくるだろ。え、てかこれ霊夢見つかってないよね。何お前またそこで筋トレでもしてんの。こんな状況でするわけな。あー、なんか手探りで探してる。それそのうちバレるだろ。でももう動けないだろ。息を潜めろ。動かなければバレない。あー、やめてー。すごい握力。ということで安全地帯を見つけました。え、どこ。ここです。管理人は向こう側を念入りに探していらっしゃるので、こっち側に。しかもこの箱の中に入っていれば問題ない。え、ちょっとこっち来ないでくださいよ。警察、警察呼びますよ。警察呼べたら苦労しないんだけどな。あー、こっち来んなって。そこに手をかけるな。手かけるぐらいいいだろ。ダメです、機関とみなしますよ。手かけてただけで機関呼ば。え、何が起こったの。ノームもこのエレベーターに乗ってたみたいだな。管理人、ノーム追いかけていったわ。ふー、助かった。やあ、猿また会ったね。こないだは置き去りにしてごめんな。でまた置き去りにするんだろ。猿を持つことによって腹減るのが早くなるんで。そこまでの重さじゃねえだろ。それにしてもこの部屋出口がないですね。入り口も閉まっちゃったし。完全に閉じ込められたってわけか。猿ちょっと静かにして。管理人に居場所がバレちゃう。お前が動かしたんだよ。この箱だけは動かせるんですけど、高いところに出口があるわけでもないんだよな。とりあえずドア付近には持ってきましたけど。とりあえずその箱に乗ってみたらどうだ。そうですね。あれ、この箱上に乗れて。何、なるほど、そういう仕掛けになってたのか。東大元暮らしですね。てか猿も一緒についてきちゃって。お願いだから静かにして。やかましいからここに置いていこう。とーっとこう走るよ、ハム太郎。あれ、管理人じゃないですか。まさか床下にいるとも気づかず。ふっくっく。あ、でも行き止まりなんですけど。どっか行ける場所を探すしかないな。え、これもしかしてはしごなの。いや、めっちゃ管理人いるんだけど。思わず戻っちゃったわ。何これ、どうしろっていうの。動き出したから行け。板のミシミシって音ならないでしょうね。ゆっくり優しく急げ。矛盾してない。そう。そう。あ、意外とミシミシ音ならないですね。いや、猿持たなくていいから。え、さすがに今の音は聞こえてないですよね。あー、地獄耳。あいつの耳を侮ってはいけない。猿の音ですよ。ということでお先失礼しまーす。うまく買わせたじゃないですか。はっは。あー、何この人形の大群。管理人は靴職人でもあり人形職人でもあった。手に職があることだけは。あー、何やってんだよ私は。操作ミス。霊夢いいこと思いついたんですよ。さすが IQ2 の女。それバカにしてるだろ。サボテンと同じ IQ だね。その話はもういいんですよ。で、何を思いついたっての。ふっくん、ここで猿のおもちゃを使って管理人をおびき寄せる。思った通り食いつきましたね。そしてその間に焦らずゆっくり移動する。はっはっは。いや、どうですかこの完璧な作戦。この完璧な作戦。この完璧な作戦。猿、いや、猿は何もしたいねえよ。お前が勝手に蹴ったんだろ。いやー、猿のせいで管理人にバレた。猿のせいじゃねえよ、お前のせいだわ。はっはっは。でもさすがにこの高いところまでは来れないでしょう。管理人さん、猿のおもちゃに夢中みたいだな。人身売買なんてしてないで、たまには童心に帰って楽しんだ方がいいですよ。ということで失礼します。何今の。管理人か。天に召されたのでしょう。そんなわけあるかい。いや、ちょっとドアの音うるさい。誰だろうが。今かなりいい音鳴ったぞ。え、来る、来ちゃう。今なんか影が。そりゃあれだけ盛大に音出せばきっと。上に行ったり下に降りてきたり忍者かよ。洞察力が半端ねえ。いや、洞察力関係なくあれだけでかい音鳴れば誰でも気づくって。めっちゃ手探りで探してますね。ちょっと時計が倒れただけですって。誰もいないですって。あー、もうバレるのは時間の問題。え、どうしたの。耳がいい分この時計の音がうるさすぎるんじゃないのか。ということは今がチャンスということですね。残念だったな管理人。ちょっと待って、霊夢猿の人形持ってないですよ。あ、さっき思いっきり捨ててきたもんな。いや、冒頭の猿をここまで持ってくるのは無理があるだろう。この靴を使って開けるというのはどうだろう。後ろ向いてる、今しかねえ。でもボタンを開けるのを失敗しようもんなら絶対気づかれるぞ。今なら失敗しても大丈夫。はい、成功。今のは動画的に失敗して見つかるってのがオチだったかもしれませんが、空気読まなくてすみません。え、嘘だろ、まだついてくるのかよ。管理人との鬼ごっこはもう十分だって。あれ、管理人の動きが止まったな。また時計の音でも鳴ったのか。この BGM のせいで全然聞こえねえわ。よし、次はちゃんとドアも閉まったし入ってこれないだろ。それにしてもすごい本のようだな。うんしょ、よいしょ、うんしょ、よいしょ。なんでさっきから上から降ってくんだよ。まずここの家の構造を教えろ。そっちかよ。でもまあこっちには気づいてないみたいですね。ふっくっく。私が後ろにいるとも知らずに。おまぬけさんかな。お前にだけは言われたくないと思うぞ。あれ、レバー回す装置がありますね。で、肝心のレバーは。見当たらないですね。まずはレバー探しといきますか。まずは新鮮な鶏を用意してもらって。違う。ほら、暴れるんじゃない。そりゃ命の危険を目の当たりにしたら暴れるに決まってるだろ。てかここで裁こうとするな。だってこんなところでレバー見つけるなんて、マリサの結婚相手見つけるのと同じくらいの確率ですよ。ボケロじゃねえか。そんなに確率低くねえわ。これ下にいるの管理人じゃね。今まで気づいてなかったのかよ。
これ下に落としたら下に誰かいるかと勘違いするんじゃないですかね。反応したぞ。今のうちに進め。あれ、猿じゃん。猿はいいから進めっての。およち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 。お前完全にロックオンされてるよ。なんでだよ。猿にちょっかい出してるからだろ。いてててててて。痛がってる場合じゃないって。いやー、私 IQ になんで売ってもそんなに高値で売れないと思います。そんなことは関係ないんだよ。次は絶対猿に気を取られないようにするぞ。時には残酷になることも必要だ。いや、ただ猿スルーすればいいだけだろ。ブロックにそんなに夢中になっちゃって。お子ちゃまかな。猿、一緒に行こう。悲しみの向こうへと。猿、誰があんなひどいことを。お前だよ。あんな高いところから落とされて。だからお前だっつってんだろ。おい、せっかく猿が気を引いてくれてるんだから物音立てるな。猿、お前をそんな目に合わせた奴の仇は絶対私が取ってやるからな。切腹でもするおつもりなんですね。わかりました。よし、ゴールはすぐ目前だ。頑張れ私。うんしょ、よいしょ、たー。早く入れー。いやー、一発でしたね。じゃあな管理人。さすがにこの小さい穴は入ってこれまい。あ、レバーですよ。ってことは今来た道をまた戻るってこと。お助けください。え、一年も何やってんの。ここから出られなくなって早一年。ついには食料も尽き。もともと食料なんてないだろ。管理人さん、もういっそのこと捕まえちゃってください。逆になんで生きてんの。私、命を絶とうと思います。お前バカなこと考えるなって。そうだぞ、ここで10年頑張ってきたんだろ。でも10年ここにいてここから出る方法がわかんないなんて終わってるじゃないですか。 IQ2 だもん。わからなくて当たり前だろ。フォローの仕方下手くそかよ。うわー、でも次生まれ変わったら外に出れてるといいな。ううー、ここは流行ってねえじゃねえか。人は自ら命を絶つと次も同じ人生を歩むっていうよな。マジすぎだろ。死ぬ前と全てが一緒じゃねえか。あ、もうわかった。ここから出ることを諦めます。もう死ぬまでここで暮らすわ。老後の心配もしなくていいしな。はっは、まずはテレビでも見るか。プロボーとしてんじゃねえよ。管理人さーん、せんべい持ってきてー。過去のオンボロテレビつかねえじゃねえか。老後の楽しみテレビしかねえんだぞ。本当にここで老後を送れるとでも。食料もないのに。そこら辺の誇り。着いたーつ。着きましたよ。今までの無駄な時間返せよ。これで霊夢の老後も安泰ですね。テレビついただけで。てか、なんでそんなにこそこそテレビ見てんの。もしかしてテレビの音で管理人が入ってくると思ってる。ここで老後を過ごそうと思ってるのに、そんな心配してたら暮らせないですよ。やっぱりさー。いや、しっかり心配してたんじゃねえか。やっかりレバーも準備してるじゃねえか。誰がこんなところで余生を過ごそうと。え、あ、それた。電気代もったいないんで先にテレビ消した方がいいですよ。あー、また管理人との鬼ごっこ始まったよ。今回何回目だよ。霊夢さんもダウン動会の時期は少し早いですよ。気でやってるんじゃないんだわ。おやー、狭い道を通って管理人との距離を広げていく。霊夢選手、ダントツです。霊夢選手このまま逃げ切ることができるのか。管理人の姿は見えておりません。単独トップ取ってやんでー。霊夢の趣旨変わってきてる。ですが、ここで管理人も怒涛の追い上げを見せる。そこで霊夢選手レバーを回すのか。霊夢選手レバーを回すことより自分の身の安全を考えたー。だが、しかし隠れるところはありません。どうする霊夢選手。隅でしゃがんで息を潜める作戦に出たー。管理人には通用しない気もしますが。ここでまさかの管理人U ターン。まさか、信じられません。これがお水の力だ。ということでレバーを回していきましょうかね。すっ飛んでくるんだろうな。え、今の管理人来る音。ちょっと隠密作戦決行しますか。ただしゃがんでるだけじゃねえか。管理人さん全然気づく様子がないので、どんどん回していきます。いや、すぐそこまで出てたー。今のめっちゃびっくりしたわ。まさかあんな後ろまで来てたとは。引き一発でピアノに飛び移れましたよ。さすがの管理人さんもジャンプはできないでしょう。さらばだ。お、なんだこの蒸気。カオスチーマー的なやつじゃない。んなわけないだろ。あ、あの顔に潤いは。おい、この可愛い顔にやけどするところだったぞ。まさか本当に信じると思わないじゃん。普通の人は危機感感じるもんだろうが。クソ。で、お前何運んでんの。トロッコを運んでますよ。向こう側に扉があったんですけど、高くて届きそうもないんですよね。なるほど。うんしょ、ほいしょ。ちゃんとミストには当たらないようにして。うんしょ、ほいしょ、うんしょ、ほいしょ。終点に到着。よし、これでドアノブに手が届くだろ。行ったれー。わーたかい。あーあー、マジで何やってんだよ。いやー、奇跡的に生きてました。奇跡的すぎない。お前上からクレーンで引っ張るの大変だったぞ。お手数おかけします。いや、また真っ暗じゃねえかよ。編集で明るくするのにも限界。いやー、これは管理人のせい。いやー、やめてー。ホラーっぽいことすんなよな。いや、これ一応ホラーだからさ。そろそろ来るぞ。来た。めっちゃ霊夢のこと探してるじゃん。これじゃあ先に進めなくないです。全然引っ込める気配がないので、ライターで炙ってやろうと思います。きっとあっちってなるはず。いやー、違う。何が違うんだよ。炙り作戦も失敗ですか。じゃあ戻ってみますか。うわわ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 、挟まれた。これ裏側はきっと管理人必死なんだろうな。あ、これいけそう。え、
こんなんでよかったの？あ、もう何回引きずり込まれたと思ってんだよ。意外と普通に通れたっていう。